173センチの小柄な身長ながら持ち前のスピードを武器に2004年日本人初の NBA 開幕メンバー入り。このシーズン加入したリンク栃木では司令塔としてチームをプレーオフ争いに導いた日本が誇るパイオニアなんです。実は私、はい、小学校から今でもずっとバスケットボールやっておりまして、はい、今でもやってるんですか、はい、個人的には今回、17回目にして待望の企画です。ありがとうございます。ありがとうございます。田臥選手を目の前に興奮気味の水野、彼が今でも大事にする取り組みは至ってシンプルなものでした。小さいなりにできることっていうか、やっぱ速さで大きい選手をかわしたりだとか、はい、そういうなんか自分で何がこう大きい選手より勝てるかっていうのを探しながらやることがまずは大事だと思いますね。そのためにはじゃあそのためにはやっぱりもうとにかく基本を大事にして、はい、しっかり練習し続けることがまずは僕は大事だと思ってます。まずは田臥選手がドリブルを披露、見るからに巧みなボールさばき。どれだけの技が組み合わさっているかというと、基本的にはまず、左右つくことじゃないですか。で前でこうクロスとかつって前でこうやるのと、前だったら今度後ろでこのままこう行くのと、あとはレッグスルーして股の間通すのと、あとはやっぱこう前に左右ですね、そうですね、両方向きをながら、あとはロールターンですね。さらに紐解くと、基本動作ができてこそのドリブルだったんです。基本的にやっぱ左右まずつけないとダメですよね。そうですよね、はい、両手やっぱ利き手が得意な人がきっと多いと思うんですけど、やっぱりその利き手じゃない方をよりつけるようになることがまず最初ポイントだと思いますね。やっぱ強くつくことをまず意識するのと、あとは絶対僕手のひらは使わないですね。ここを使わないでここの、はい、ここですかね、指の腹で、はい、で全部こう頭スナップ効かせて、はい、そうすると肩の力だとかいろいろ必要になってくるんですけど、でも強く意識つくことは自然と意識しますね。これを踏まえて水野もドリブルにトライ。そうですね、強くつきながら指先で、そうです、でターンしたい、あ、そう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 です、あ、全然上手ですね全然できますね。攻撃の起点として抜群の判断能力を見せる田臥選手、ドリブルの際目線はどこにあるのでしょうか。そうですね、基本的に自分のマークマンっていうのは見ないですね。この角度で全部見えてるんですよね。ゴールも見えてるし、下は見てないんですけど、ゴールと床の間ぐらいですね、目線は。中を見てるっていうよりも、はい、周辺視野っぽい感じで全体をこう常に捉えてるみたいな感じですか。そうですね。田臥選手のポジションポイントガードは、ボールを運んでパスを出す他にも自分でシュートを打つという選択肢もあります。まずはドリブルで切り込んでゴールを狙うレイアップシュート。得点の確率が高い基本のシュートはもちろん水野も習得済み。続いてセットシュート、より得点の確率を上げるためにはある感覚が必要なようです。シュートはまずは下半身だと思うんで、はい、しっかりこう膝曲げて、でポイントとしてはこう手でどうにかしようっていうのがあって、はい、意識は結構コアっていう体の中心部分、はい、核心の部分ですね、そこ結構意識して、もう本当ゴールの真ん中見る感じで、はい、良いシューターほど持ち合わせているというこの感覚、慣れてきたところでさらにハードルを上げました。ペイントラインの外から狙うスリーポイントシュート、選手によっては好きなシュートコースがあるというのですが、ノーマークの中では田臥選手に角度はお構いなしでした。続いて水野は最も好きな右45度のコースへ移動、
果たしてその腕前は。おお。その後も次々とシュートを沈めました。一発で。そしていよいよ3対3の実戦にトライします。どうじゃあゲームを進めるかってなった時に一番大事なのはやっぱりスペースですか。そうですね、まずスペースですね。で誰がどう動くかで誰を使いたいか、うん、そのために他の選手がドリブル持ってない選手がどう動くかっていうので大事になってきますね。はい。田臥選手とマッチアップしたのは水野。さすがに一瞬の隙も見逃してくれません。それでも攻守交代となり、なんとか意地を見せたい水野は。帰ってくる、動いてやる。しっかりスペースを見つけアシストで対抗すると、今度は田臥選手と真っ向勝負。最後に一個だけお願いしてもいいですか。はい、ダンクもあるじゃないですか。はい、さすがに届かないんで、はい、アシストをねしたいんですよ。はいはい。アリウープパスとか。はい、やっちゃってください。アリウープとは空中にパスを出しゴール前の選手がそのままダンクをするというもの。絶妙な呼吸が必要な連携プレーなんですが。おお、これすごい夢だったんですよ。です。はい、いきます。プレースタイルのバリエーションで勝負ができるバスケットボール。水野は経験者として今回の体験から伝えたいことがありました。もう本当に結構やりながらでも見てでも楽しめるスポーツだと思うんで、はい、そういう意味でも私は、はい、バスケがもっといろんな人に広まればいいなと思ってます。そうですね、僕も、そういう人たちが一人でも多く増えてもらえるように、そういうプレーを見せていきたいと思ってます。はい、いや楽しそうだったな。つがるの田臥さんと一緒で笑顔いっぱいでしたね。はい、ただアリウープは気持ちよかったでしょ。気持ちよかったですね。うん、当然ダンクシュートの決められる選手がいないと成立しないプレーなので、ね、なかなかやっぱり女子だとまあめったにとかほとんどないプレーなんですよね。そういう意味ではもう憧れのプレーなので、うん、おーかなり気持ちよかったですね。はい、胸いっぱいですけどないですもん。以上フィーチャリングスポーツでした。まだまだ続きますからもっとハードなやつもやってもらいますからね。はい、では水野さん、スリーポイントシュートも決まってましたけれども、はい、まだ納得がいっていないとか。そうなんですよ、私もともと学生時代からそのシューターポジションだったので、はい、今回15本中5本成功したんですけれども、すごいじゃないですか。いやいやダメですよ、ノーマークでこの成功率は。あ、そうなんだ。はい、もっとちゃんと決めないとダメですね。普段はもっと入るってことじゃん。そうですね、若干コートの大きさとかが違ったりするので感覚がちょっとやっぱりずれちゃったりするので言い訳です。ごめんなさい。さあ、そんな水野さんに田臥選手からメッセージが届いております。はい、スリーポイントシュートで見せた強気な態度は忘れないでください。勝負にはその気持ちが必要なんです。もう勝負を前提としたコメントを寄せてくれてます。あ、そういうことで見られているんですね。もうあのタレントさんのバスケット好きな子ってんじゃなくて、はい、勝負師として認められてますよ。あ、今でもちゃんとあのプライベートで試合出てたりしますんで、ね、はい、その気持ち忘れないようにじゃあ頑張りたいと。まあ、芸能界でも勝負師として頑張れと。わかりました。強い気持ちでありがとうございます。はい、皆さんもバスケットボールの魅力伝わったのではないでしょうか。最後にこちらの VTR をご覧ください。身長関係なく気持ちの大きさで勝負できるところが魅力だと思います。